はい、皆さんこんにちはでございます。ということでジョジョ DR やっていきましょう。ということで、これ2本撮りなんですけどもごめんなさい。で、覚醒への導きという新しいのについてご紹介させていただこうかなと思います。で、出たばっかりでちょっと情報がふやふやしていて、私が間違っていることを言っているかもしれませんのでご了承ください。ということで、今回のアップデートから、高一くん以外の覚醒アイテム、覚醒メダルが出るようになりました。そして、星5のキャラも星6になるということで、今の4体、ポルナレフ、ロハン先生、名前が出てこない、サンタナ、あとパパウパウパウ、あ、名前が出てこないわ、ボケが始まった、ゼッペリさんだ、ごめんなさいね、ゼッペリさんが、今回の覚醒の導きで使えるということで、そのクエストを周回すると覚醒メダルのかけら、覚醒メダルを手に入れることができますということで、今サンタナが、自分の方セッペリさんとサンタナを持っているので、スタチュー覚醒の方を見ていきましょう。こんな感じです。サンタナさんの覚醒条件見ていきましょう。星5ですね。偶像が一つ所有していること、そして額縁が10個で、この30っていうのはかけらなのかなと思います。覚醒メダルなのかな。この30がマックス30いかないと何がハテナか分かんないんですよね。かけらが30なのか、それともメダルが30なのか分かりませんが、見ていきましょうか。で、クエスト周回してメダルが手に入ってからまた確認してみたら何がいるのかっていうのが多分わかると思うので、一回そうですね、サンタナの方だけでも周回っていうか、まあどんな感じかっていうのを見せれたなと思います。サンタナさん行きましょう。あ、書いてありますね。クエストをクリアするチームメンバーが全員先導、後転をせずにクリアということで、まあまあ多分そんなに難しくないんじゃないかなと思いますので、周回というかどんな感じかっていうのを見せれたなと思います。どんな感じなんでしょう。まだね、ちょっとね、今1時間しか経ってなくてですね、あのメンテ明けから何がいるかっていうのも全然わかんない状態で申し訳ございません。あのやりながらね、自分も勉強していくという形で、はい、ということで、まあオート周回でいいんじゃないかな。ちょっとパパッと終わらせためにスキルはどうかなっていきましょうかね。赤が多いいだね。オッケー。エリア4まであるんだ。結構まあまああるね。いだろ。ささっと。いいだろ。回復する感じだね。あ、俺が回復するじゃん。いいだろ。赤が。まあ余裕のよっちゃんですね、ここら辺。額縁をじゃあ使わないで置いた方がいいってことか。キャラクターの解放を額縁を使うんですが、レベルが上がったので解放ができるんですよ。どうしようかなというところなんですけど、いいだろ。まあこっちはアルティメットカーズなんで、こちらから行くぞ。こちらから行くぞ。あるだろ。はい、では4の4ボスいきましょう。これ全員倒さないといけないの。サンタナさんですね。まあそれ、そっか、サンタナのメダルがいるんだからね。全員倒さなくていいみたいなんで、じゃあサンタナさんでいきましょう。痛い。はい、これは星6のサンタナってことなのかな、対戦相手は。焦点に立つのは常に1人でもめっちゃ食らうやんけ。めっちゃ叫んでる。ボインゴ使え。痛い。どん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 。リング感高いで割れに。はい、OK、倒しました。多分これで全部解放して、まあ、どれぐらいもらえるかっていうのは、ちょっとどうなんだろうね。1万人とかだったらちょっとなえるね。かけらをどう使うの？うわー、金ばっか。えぐない？ 1 枚持ってないんだけど。はあ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 、最後に1個なんかそれでもらえるみたいな感じなのかな。
まあ、20いってみましょうか。コンティニューせずに全員チームメンバー全員生存。えぐない？これ30枚いるんだよ。かけらだったらまだわかるけど。え？どういうこと？サンタナさんのメダルだけだったら、これクソ周回しないといけないんじゃないかな。しかも、今タウンイベントも一緒じゃないですか。アリーナだったらまだしも、こっちメインで取られたら周回できないよね。簡単に手に入るものなさそうだよ、この感じだったら。面白いかなってきた。どうするどうする。いいだろう。まあこれは今回さ、タウンイベント頑張れない人もいると思うんだけど、頑張れないというか、こっちに専念したいよ。だって自分の持ってるキャラクターが星6になるんだもんね。でもこっちでもスタミナ使う、体力使うしってなってしまったら、これはちょっとひどいな。なんでこの時にやってるの。まださっきのというか前回のロカン先生イベントでこれがあればよかった。タウンイベントとかされちゃった分、ちょっと、まあ、個人感想してからって言っても、でもこれも期間限定だからね、キャラ変わるもんね。かけらだったらまだワンチャン大丈夫だけど、メダル専用メダルっていうか、そのサンタナ専用メダルとかを30枚とかだったら周回せざるを得なくなるからきつっ。まあ、まだちょっとまだ分かりません、ね、何がいるかっていうのはちょっとまだ見てみないと分からないので、今全部憶測で物を話している状態なので、もう少しだね。もう貴様のいるじゃない。赤だ。まあ今のところ星5は4体のみなのかな。ロハン先生とかが、まあ、星6がどれぐらい強いのかっていうのもよく分かってないんで何とも言えないんですが、今回のガチャの分の星6と5から6になった星6が強いのか弱いのかっていうのはまだ何も解説ができていない。これ全員生存ぐらいじゃないんだっけ。やっぱバニラさんでまとめましょう。一瞬でした。はい、ということでこれももらえると思います。ただメダルが出るか出ないか、出ないんですけど、これ初回クリア報酬、特別報酬、あ、これ最後にこれもらえるっていうことなんだね。ドロップじゃないんだ。で今かけらしか出なかってメダル1枚ずつでしたね。っていうことはどうなんだ。ちょっと見ていきましょう。スタチュー覚醒でこっち条件確認、はいはい、やった30枚。はい、これ無理じゃない。しかもブースト5ってなんなん。今びっくりしたけどブースト5って書いてあったよね。亀がめっちゃいるやん。でクエストじゃなくてもう一回ちょっと見ていきましょうか。さっきのクエストの、え、これひどくない。覚醒の導き、覚醒メダルがドロップで落ちるんだと思うんですけど、ちょっともう一回説明 見ますね、ショーに応じたスタチューのものがマリンドロップする、集めた覚醒メダルのかけが覚醒の導きのショップ。なるほどね、よかったよかったよかった。まだまだね、イベントショップ、待って、イベントショップやなんて書いてあった。イベントショップでスタチューや覚醒メダル、あ、スタチューとも交換できるんだ。見ていきましょう。あ、ポルナレフ あるんだね。30個、待って、覚醒メダル100個で30個、
あーでサンタナ4、ポルナイフ3、うわーで14日間しかないでしょ。これちょっとひどいよね。どっちだってこっちやりたいけど、こっちやったらタウンイベントおろそかになるし、うわーこれはひどい。で100個で、え待ってよ、100個で30個じゃなくて100個で何1個交換、これもしかしてきつっ。その専用スタチューもなさそうで、あスタチューマインドか、専用マインドもなさそうですし、これはちょっときついんじゃないかなと思います、はい、ということで今回は、まあ、タウンイベントと重なって覚醒の導きのご紹介でした。皆さん思うところが多分たくさんあると思いますが、そのコメントはぜひぜひお待ちしております。どう思ったこう思ったっていうのをぜひぜひお待ちしておりますので、よかったらコメントの方書いてください。この動画が面白かったと思う方はグッドボタン、この動画あのチャンネル登録のまだの方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。